俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコアラです。今日ですね、2018年4月3日ですね、PUBG モバイル15番ですね、アップデートが来ました。で、普通にまあ Apple Store にログインしても、これ実はですね、アップデートできないんですよ。僕も最初中国語版の Apple ID にログインし直せばできるかなと思ったんですけど、できなかったんですよね、できなかったんですけど、今回それがですね、できる方法がありましたのでご紹介します。もう口頭だけでいいですか、とりあえず、本当に簡単です。一回ですね、PUBG モバイルを自分の iPhone から消してから、そこからまた中国語版の Apple ID に切り替えてログインし直してください。ログインじゃない、ダウンロードし直してください。ダウンロードインストールし直してください。それをすることで、まあ、アップデートが完了したアプリを手に入れることができます。まあ、今の画面見てもらえれば分かると思うんですけど、僕も、アップデート成功しております。アップデート成功された方はこちらのイベントタブにあるアイテムがですね、受け取れます。あー、もう表示されてないか。4つアイテムが手に入るイベントのやつがあるんですけど、それが手に入れれるようになってますので、そちらで確かめるといいと思います。アップデートの際は多分ですね、毎回毎回再インストール再ダウンロードをしないといけないみたいですので、まあそのあたりですね、されるといいと思います。こんな感じでですね、まあその使えるですね、情報とかは僕常日頃から発信しておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、Shining the Star